翔平 TV 4月プレゼント企画。はい、ということで水野のグローバルエリート軟式内野手用とウィルドライブバッティンググローブを各1名様にプレゼントいたします。 H セレクション革質も抜群のグローブに高校野球対応一般モデル両方があるバッティンググローブをプレゼントいたします。応募方法はこちらの3点。5月に当選者発表を行います。皆さん熱いコメントお願いします。おはようございます。お、4月になりましたよ。今日はエイプリルフールです。朝っぱらからね、インスタで打っていて朝っぱらから4年前ぐらいのすごい痩せてる俺をこうストーリー上げたらね、バリイケメンやみたいなの来てたけど、ですね、僕が騙されましたおー、この短期間で何やったと思ってあの3月はちょっと天気がね、あんま良くなかったんで、はいはいはい、投げなかったんですよ、あんまね。まあ野球できる機会がちょっと少なかったからね。そう、まあそうかに、まあ、WBC とかすごい盛り上がってたもんで、あの僕の動画の方を見るとね、 WBC 映像あるのでよかったら見てほしいなと思います。はい、ではそのおかげで肩がちょっと復活してるんですよね。おー、で、あべあのビクってなってこっちが無理ですからやめてもらっていいかな今回は、まあ、僕のキャッチボール、まあ、今のこの肩の現状を見ていただいて、はいはい、あの実は新球種を覚えまして、はいはいはい、まあこの期間にまあスプリット系、落ちる系、フォークというまでいかないですけど、うん、スプリット系とナックルカーブとチェンジアップを結構いいとこまで来たんで、今回ちょっと披露したいなと思いますんで。なるほど、はい、よろしくお願いします。お願いします。あの肩に限界を感じたらすぐやめてね。わかりました、わかりました。今年も投げてもらわなきゃ困るんだから。そうですね、まあ、その投げるためにいろいろ肩をこう、まあ今日もケアをして、うん、塗ってましたね。ロキソニンガッと飲んで、それはケアじゃないロキソニン飲んで、それごまかしだからクリーム塗って、クリーム2種類塗ってロキソニン飲んで、あとまあストレッチカップとかこうね、カッピングとかやったりして、今日でもすごいんですよ、今ガチですよ、ガチな感じで、これをやることによってまあ動き良くなるかなって感じで、今日ちょっと投げてたんですけど結構いいっすよ。おお、まあ、とにかく僕の変化球をぜひとも見てほしい。でまあいいなと思ったらコメントで、投げ方知りたいっていうコメントあれば後日やろうかなと思います。お願いします。はい、行きましょう。じゃまず行きますよ。まずいつも通りツーシームね。ツーシームはこっちからこう曲がるよ。目がけるところはヒロ君のもう顔と同じラインに目がけて投げて、そこからこうギュッとこう伸びていく感じ。行きます。あれどう？分かった。これはもっと腕振ることによって鋭いピッとこう曲がっていく。あとは腕の振りをちょっと抑えつつ、指の押し込みは速く強く、そういうちょっと難しいですけど、腕緩めて指を押すのは速くやると大きく曲がったりとかするので僕やってます。次カーブいくね。カーブ普通に行きます。まずカーブ、これです。あの向こうさんの映画も出ましたけど、カーブ投げましたよ。今バリ曲がったな。でしょ、調子いいんだけど。で、覚えたナックルカーブ。さっきまでは人差し指でこうクッてやったんです、かけてたんですけど、今回はこう中指でやります。人差し指を曲げます。これでいきます。ちょっとさっきのカーブより早めに曲がるらしい。どう？スライダーでもない、カーブでもない、そのほんと間、それから中カーブ、ちょっと強めに投げるよ。ナックルカーブ大変なのは指が曲がんないですよ。痛くて頭がすごい痛いな。剣が硬いのかこれは。あ、スライダーっぽくなった。まあね、速くなればね、うん、重力的な問題で。そうです。もう一個カーブあるんですよ。さっきのは人差し指のカーブ、中指で曲げるナックルカーブ、もう一個はこれとこれってなんか違うんじゃねえかと俺は思ってる。
行くよ。逆ないか。落差あるかもしれない。だから岸投手がカーブ投げるときに人差し指立ててるっていうのは、まあこれベーチャンカーブですね。前のね。ベーチャンカーブ。もう行くよ。スライダーね、スライダーってね、最近思うんですけど、スライダー一番肩に負担かひねるから、やっぱスライダーって強く振んなきゃ意味ないからさ、振るんだけど、やっぱり一番まっすぐより来るね。いくよ、スライダーね。これ強く振るのよ、後ろに来る。はい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 、痛くないスライダーの投げ方を覚えたいんだけど、痛いからちょっと腕振れないとかあるから、それだとあんま意味ない。はい、まあこんな感じで、今何言った、ツーシーム、カーブ、カーブ、カーブ、スライダー、スライダー、チェンジアップいきますよ。はい、うん、奥行きがある、空間って言ったらいいのかな、空間がある。これ多分腕振んなきゃいけないんだと思うんですよ、うん、今のでまっすぐ行く、まっすぐまっすぐで、ちょっとこうスピード差があればいいと思う。うん、もう一回行くよ。今のじゃない、今のじゃない、今のすげえ落ちた。とあとはスプリット、ラストね、ラスト。はいはい、そんな無理して投げたら投げないかっちゃうから、俺の場合そんなに深く握んなくて、これぐらいで、こう投げる。でも投げる瞬間に抜けた。 SFFF だから1個多いな。いくよ、おっ、どう、落ちてない、落ちてる落ちてる。これ握力すげえ使うわ、やっぱ。おいじゃない今、おいじゃない今、今いいんじゃない、今いいんじゃない。だからプロの中継とか見ててもフォーク、スプリットはあそこに落として空振り取ってるイメージがある。そうだよね、今決まったわ。今回ねやってきましたけど、新しい球種ね3つ良かったと思うんですよ。これをもっと精度を上げて試合のね、あのシーンをね想定しながら、この時はここに投げれるようにとか、そういうのを意識しながらやってきてと思いますので、皆さんもね、4月に入りましたし、あの新学期、新年度ということで、たくさんね、成長できるように、新しいことに挑戦してみてはいかがでしょうか。はい、というわけで本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、高評価、よろしくお願いします。それでは、ありがとうございました。チャンネル登録、コメント、グッドボタン、よろしくお願いします。それでは、あいしょー、イエーイ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 、視聴兵 TV 2022年 T シャツ販売1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。これ着て野球やろうぜー。